ドロシー、こんな時くらいおとなしくしてろっての。いえ、そのなんだかジーク君が嬉しそうに飛んでいったなって。え、ちょっとレグナート、どうしてあなたがこんなところに。それにどうして父さんまでここにいるのよ。何、王国全土の動力がようやく回復してくれたんでな。モルガン将軍に工事を任せてこうして彼に乗せてもらったんだ。乗せてもらったって、さすがに驚いたよ。はじめまして、レグナート。あなたのことはエステルから聞いています。危ないところを助けていただいて本当にありがとうございました。礼には及ばねえ。新たな風が吹いたのでな。そのついでに翼を運んだだけだ。でも本当に助かったわ。あれ、そういえば確かあなたって人を見守るだけの存在なのよね。私たちを助けてよかったの？それは輝く輪を前にお主らが答えを出すまでのことだ。そして答えが出された今、古の迷惑は解かれ、禁忌も消えた。故に牽制の頼みに応じこうして迎えに来たというわけだ。古の迷惑、わけわからないんですけど。安心しろ、俺にもわからん。何しろこの堅物と来たら肝心なことはろくに喋ってくれないのだからな。許せ、竜には竜のしがらみがある。ただ一つ言えることは、運命の歯車は今まさに回り始めたばかりということだ。そして一度回り始めた歯車は最後まで止まることはない。心しておくことだな。そうか。ちょっと待って、また同じようなことがリベールで起こるというの？いや、その運命は別の場所で別の者たちが引き受けることになるだろう。とにかく今回はお前たちも本当によくやった。今はただ何も考えずゆっくりと休むといいだろう。かけがえのない仲間と共にな。
姉さん、ただいま。これレーベから預かってきたよ。
よかったね、ヨシュア。ベーベも喜んでるんじゃないかな。うん、ベーベと姉さんは本当に仲が良かったから、多分将来は一緒になるつもりだったんだと思う。そっか。ねえ、私もお姉さんに挨拶させてくれる？うん、ぜひ。はじめまして、カリンさん。私エステル、エステル・ブライトって言います。弟さんの家族で兄弟で、一応恋人ってことになるのかな。心外だな、一応なんてつけないでよ。でもまだ慣れないっていうか、その気恥ずかしいっていうか。まったく、もう。まあそういうところもエステルらしいけどね。うん、何よ、一人で余裕ぶっちゃってさ。そういうヨシアだって二人きりの時は意外と。すみません、挨拶してる途中で。あの、今日はヨシアの里帰りに付き合わせてもらう形でお姉さんに挨拶に伺いました。これからもよろしくお願いしますね。ありがとう、エステル。姉さんもきっと喜んでると思うよ。そうだといいんだけど。私、子供っぽくてまだまだ頼りないところがあるし、弟の彼女失格とか思われたらどうしようかなって心配で。考えすぎだって。むしろ姉さん、君とは気が合ったんじゃないかな。性格とか雰囲気が好対照だしね。そうかな。で、それって微妙に褒めてない気がするんですけど。お姉さんみたいに芯が強くて落ち着いている性格じゃないってことよね。うん、芯は強いとは思うけど、落ち着いてるっていうのはちょっとどうかな。ガク。でもそれでいいじゃないか。いつも明るく前向きでお日様みたいに輝いてて、僕が好きになったのはそんな女の子なんだから。恥ずかしい言葉をしれっと口にできるわね。あれ、嬉しくない？嬉しいわよ。悪かったわね。怒られても。挨拶も済ませたし、そろそろ出発しましょう。
このまま続けたらお姉さんに呆れられそうだし。どうしたの？ねえ、本当にいいの？僕に付き合う形でリベールから離れても。結社時代の償いのため大陸各地を回るのは僕の問題だ。レーベに追いつくためもっと強くなりたいっていうのも。君を巻き込んでいいのか正直まだ迷っているんだ。まったくもう肝心なところで抜けてるんだから。え？レグナートも言ってたけど、これから先いろいろなことがこの世界で起こるかもしれない。またミクラウヘビが何かしでかすかもしれないしね。そのためにも私は父さん以上に強くなっておきたい。私にとってはその修行の旅でもあるんだから。父さん以上ってまた大きく出たね。どうせなら目標は大きくよ。レーベとの約束もあるし、レンがどうしてるのかも気になるし、見たことのない土地を旅するのもすごく楽しみだし、それに。エステル？そもそも私がヨシアと一緒にいるのに理由なんて必要？そうだね。そんなもの必要ないかな。でしょ？ほんとヨシアって肝心なところで抜けてるんだから。本当にそうだな。行こう、エステル。道がどこに通じているのか今はまだわからないけど、きっとその先に何か見えてくると思うから。うん、私たちのペースで一歩一歩歩いていこうね。